こんにちは、岩間よい子です。今日は iPhone のパスワード管理ツール iCloud Keychain の使い方をご紹介します。 iCloud Keychain は iPhone にもともと搭載されているパスワード管理機能で、サイトやアプリのユーザー名やパスワードを保存しておいたりとか、その保存したパスワードを使うときに自動入力してくれたり、他の端末とも同期できるので、例えば iPhone で保存したパスワードを他の iPad とか Mac とかでも使いたいときに自動入力することができるんですね。パスワードを自分で覚えておこうとすると、どうしても単純なパスワードを使い回しになってしまいがちなんですけど、キーチェーンに保存しておけば自分で覚えておかなくてもいいので、複雑なパスワードをサイトごとに設定して安全に使っていくことができます。とはいえ、このキーチェーン、いまいち使い方がよくわからなくって、たまにこうやって保存しますかって出てくるけど、実際その保存したパスワードがどこにあるのかっていうのもよくわからないですし、こうやって強力なパスワードといってめっちゃ複雑なパスワード提案されてくることもあるけど、これを設定したとして後からそれがどこにあるのかわからなくなってしまうのが怖くって、あんまり活用してないっていう方も多いかもしれません。この動画では iCloud Keychain の基本的な使い方や、その保存したパスワードがどこにあるのかだったり、保存したパスワードがどこに行ったかわからなくならないようにメモを追加して管理する方法、そして保存したパスワードを表に書き出して別のところでも使えれるようにするやり方などをご紹介していきます。今まで自分の記憶に頼って単純なパスワードを使い回してたよっていう方は、ぜひ参考にしてください。まずは iCloud Keychain の機能が有効になっているかどうかを確認しておきましょう。設定アプリを開いて、一番上の自分の名前のところを押します。iCloud を押します。Keychain を押します。こちらの iCloud Keychain をオンにします。これを押しておくと、この iPhone でパスワード保存したら、iPad とか Mac もし持ってたら、そちらでも同じパスワードが自動入力で使えるようになります。また、iCloud 上にパスワードが保存されるので、この iPhone 自体を機種変更した時も、その保存してあるパスワードのデータが引き継がれるようになります。では実際の使い方を見ていきましょう。まずはパスワードを保存する方法です。強力なパスワードって言って、自動生成された複雑なパスワードを使う方法と、自分で考えたパスワードを使う方法、そして強力なパスワードの一部をアレンジして使う方法があります。順に見ていきますね。まずは強力なパスワードを使う方法。こうやって何かのサイトで新しくアカウントを作成するっていう時に、名前とかメールアドレス入れたら、このパスワードの欄にカーソル合わせると、こうやって強力なパスワードをしようと言って、こういう複雑なパスワードが自動生成されて提案してきてくれるんですね。で、このパスワードは iCloud Keychain に保存され、お使いのすべてのデバイスで自動入力されますとあるので、もうこの強力なパスワードを使用した場合は、もうこの時点でキーチェーンにパスワードが保存されたっていうことになるんですね。なので、この複雑なパスワードは自分では全然覚えずに、次に進もう押しちゃって大丈夫です。これでちゃんとパスワードが保存されたかっていうのを確認するには、設定アプリを開いて、少し下のパスワードを押します。そうするとFace ID した上で開いて、こちらでキーチェーンに保存してあるパスワードが一覧で見れるようになってるんですね。ここに今保存した Amazon のアカウントがあるので、今登録したメールアドレスと、あとパスワード、最初伏せ字になってるんですけど、タップすると表示されますね。ちゃんと今登録した複雑なパスワードが保存されてましたね。続いて自分で考えたパスワードを使う方法です。パスワードの欄にカーソル合わせたら、自分で考える場合はこの独自のパスワードを選択を押します。そしたらまたこのパスワードの欄を押して、そうすると普通にキーボード出てくるので、これで自分で考えたパスワードを打ち込んで、で次に進むを押すと、パスワードを保存が出てくるので、これで保存を押すと、キーチェーンにこのパスワード保存されました。設定アプリで確認してみると、今登録した方の自分で考えたパスワード、ちゃんと保存されてましたね。
続いて強力なパスワードをアレンジして使う方法です。この強力なパスワードを使おうと思ってもサイトによってはこういうハイフンがパスワードに使えませんよとか、パスワードの文字数制限があったりとかして、このまま登録できない時があるんですよね。ただこの強力なパスワード入れると、ここの中ではこのパスワードの編集っていうのはできなくなってるんですよ。で、そういう場合は一旦この独自のパスワードを選択を押して、で、もう一回カーソル合わせて、で、そうするとキーボードの上に鍵のマークがあるので、これを押すとパスワードの設定画面が開くので、こちらで新規パスワードを追加を押します。で、そうすると今登録しようとしているサイトの URL が入って、で、ユーザー名、メールアドレスを入れて、で、パスワードのところを押すと、ここにも強力なパスワード提案されてくるんですね。で、一旦これを入れると、ここであれば編集ができるようになってるんですよ。なのでサイトによってハイフンが使えないということであれば、これで編集して完了を押すと、今作った保存したパスワードが入力された状態になるので、これで強力なパスワードの一部をアレンジして使うことができますね。続いて保存したパスワードを使って自動入力をするやり方です。サイトでログインの画面開くと、もうここに保存したパスワードのアカウント出てくるので、この青いのを押すとフェイス ID して入力されて、で、ログインまで行ってくれるんですね。今ちょっとダミーのアカウントでやってるので実際のログインまでは行かなかったんですけど、この青いの出てきた場合は押すと自動入力されてログインっていうところまで行ってくれます。で、もし複数アカウントとか持っていて、ここにそのログインしようとしているアカウントが出てきてないっていう場合は、この鍵のマークを押すと、そのサイトに保存してあるアカウントが出てくるので、こちらで選んで自動入力することができます。続いて保存してあるパスワードを編集する方法です。設定アプリからパスワード開いて、こちらでキーチェーンに保存してあるパスワードの確認や編集ができるようになってるんですね。結構 iPhone 長年使ってると、なんかずっと前に登録したサイトでもう今は使ってないやつとか、パスワードを変えたのにその古い方のパスワードが残っていて、その新しい方と重複してデータが入ってしまってるっていうこともあるので、もし使ってないパスワードに関しては左にスワイプしてこの削除を押して整理しておくといいと思います。で、各項目は開くと詳細を確認することができます。で、ユーザー名やパスワードはタップするとこうやってコピーも簡単にできるようになってますね。右上の編集を押すと保存してあるユーザー名やパスワードを編集することができます。で、もちろんこれはキーチェーンに保存するデータを編集するっていうことなので、ここで変えたとしてもサイトに登録してあるパスワードが変更できるわけではありませんよ。パスワード自体を変える場合は各サイトでパスワード変更の手続きをして、で、もしその実際に登録してあるパスワードとキーチェーンに保存してあるデータが違うっていう場合に、ここで正しいデータに修正するっていうような使い方になります。あとはこのセキュリティに関する勧告が表示されていることもあると思うんですけど、憶測が容易だったりとかして単純なパスワードを使ってると漏洩の危険がありますよということで勧告してきてくれるんですね。ウェブサイトのパスワードを変更を押すと、そのサイトが開きます。パスワードの変更方法はそのサイトごとに違うと思うので、各サイトで手続きをして安全なパスワードに変えておきましょう。続いて、パスワードにメモを追加する方法です。アカウント情報に対してメモを追加しておくことで、後から探しやすくなったりとか、追加の情報を記録しておくことができます。アカウントの詳細開くと、ここにメモを追加があるので、ここで好きなようにメモを追加できるんですね。これで自分が後からわかるような言葉を入れておくと便利に使えると思います。なんか例えばこのパスワードの一覧で一応アルファベット順に並んではいるんですけど、例えばこの楽天のアカウント情報を確認したいっていう時に、この検索のところで楽天と入れても出てこないんですね。この登録されてる名前がサイトの URL のアルファベットで登録されてるので、そういう場合にこのメモのところに
楽天と書いておくと、これで検索したとすると、うん、このメモに追加した言葉は検索で出てくるようになってるので、パスワードがどこに行ったかわからなくならないように、後で検索しやすい名前をメモに入れておくと便利だと思います。あとは例えばこういうアカウントによっては、銀行のアプリとかで、ユーザー名とパスワードの他にも、なんかお客様番号とか取引パスワードとか、いろんな番号がある時あるじゃないですか。そういったアカウントに関する情報とかもこのメモに書いておくと一元管理ができて便利かなと思います。続いて、保存したパスワードを書き出しする方法です。この iCloud Keychain ってすごく便利なんですけども、ちょっと気になるところとしては、iCloud に情報が保存されているので、Apple ID に紐付いて情報が管理してあるっていうことなんですよね。なので、もし何らかの理由で Apple ID が使えなくなってしまったら、この保存してあるパスワードがわからなくなってしまいますし、普段使っていても、この iPhone とか Mac とか iPad っていう、Apple 製品ではすごく使いやすいんですけど、それ以外のところでちょっと使いづらいっていうところがあります。実はこの Keychain に保存してあるパスワードは CSV って言って、Excel とか Numbers で開けるような表の形にして書き出すことができます。で、このパスワードを書き出すのは iPhone の方ではちょっと書き出しの項目が見当たらなかったので、Mac を使ってやっていきますね。パスワードを書き出すにあたって注意点なんですけど、このキーチェーンの機能の中に保存してあるときは Face ID とかで認証して自分しか見られなくなっているのである程度安全だとは思うんですけど、表に書き出すっていうことはその表自体がもし外部に出てしまったら誰でも見られる形になっているので、書き出したデータは慎重に管理するようにしましょう。まずは iPhone で保存したパスワードが Mac の方にも同期されているかっていうのを確認しておきます。この Mac のシステム環境設定を開いて、Apple ID を押します。で、こちら、Apple ID が iPhone と同じアカウントでサインインしているかを確認して、で、この Keychain にチェックを入れます。そうすると iPhone で保存してあるパスワードが Mac の方にも反映されます。そしたら、画面を1個戻って、こちらのパスワードを押します。で、パスワードをロックされているので、この Mac 自体のパスワードですね。Mac を立ち上げたら最初に打ち込む、いつも打ち込んでるパスワードを入れます。そうすると iPhone で保存していたパスワードが Mac の方にも表示されましたね。で、パスワードを書き出すには、この下の点点点のところ押すと、選択したパスワードを書き出すか、すべてのパスワードを書き出すことができます。パスワード、クリックすると選択ができて、コマンドを押しながら押していくと複数選択できますね。私は今回すべてのパスワードを書き出ししてみますね。こちらを押すと注意が出ますね。パスワードは暗号化されずに保存されるため、書き出したファイルにアクセスできる人なら誰でも見ることができますと。それを承知した上でパスワードを書き出す押します。そしたら書き出すときの名前と保存場所を選んで保存を押します。で、またこの Mac 自体のパスワードですね。いつも Mac を開くときに入れているパスワードを入れて、これで OK。そうするとパスワード書き出しされました。これを開いてみると、Keychain に保存していたパスワードがこのサイト名と URL、ユーザーネーム、メールアドレスですね。で、パスワードとノートのところにメモに入れた言葉が入ってますね。で、まあこれはもう普通の文字として扱えるので、まあ、これを好きなところに保存しておいたりとか、あとはパスワードのインポートに対応しているパスワード管理ツールに読み込んで別のところで使うこともできるんですね。で、繰り返しになりますけども、この表自体は誰でも見れる状態なので、こうやってデスクトップに置いてたら危険なので、もしこの表の状態で保存しておくっていう場合は、この表自体にパスワードをかけたりとか、保存する場所にもパスワードをかけて管理できるようなところに置いておくっていうのがいいと思います。で、今回私はですね、これを Google のパスワード管理ツールに読み込んで、Google の方でも使えるようにするっていうのをやってみたいと思います。この Mac でインターネットを見るときに、この Safari で
サイトにログインするときはキーチェーンに保存したパスワード出てくるんですけど、こっちの Google Chrome だとキーチェーンの自動入力使えないんですね。 Google Chrome の方はまた別でこの Google のパスワードマネージャーっていうのがあるので、こちらにキーチェーンで今書き出ししたパスワードを読み込んで Google でも使えるようにしてみたいと思います。この Google パスワードマネージャー開いて、で設定マークのところからパスワードのインポートを押します。でファイルを選択、今書き出したパスワードを開いてインポートを押します。はい、そうすると Google のパスワードマネージャーのところにキーチェーンに保存していたパスワードが読み込まれましたね。で読み込みが済んだら、もうこのデスクトップに置いていたパスワードのデータは削除しておきます。で削除したら、この Mac のゴミ箱からもゴミ箱も空にして完全に削除しておきましょう。こんな感じでキーチェーンに保存してあるパスワード、 Mac からであれば書き出しして表にして自由に使ったりとか、こう別のパスワード管理ツールに読み込んで使うことができます。書き出ししたデータは流出したりなくしたりしないように慎重に扱う必要がありますので、きちんと管理できるっていう場合にのみやるようにしてくださいね。ということで今回は iCloud Keychain の使い方をご紹介しました。ぜひ仕組みを理解して安全にパスワード管理していってくださいね。この動画が参考になりましたらグッドボタンお願いします。このチャンネルでは iPhone の便利な使い方をご紹介していますので、興味がある方はチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。